間27分。俺たちがここで50時間過ごしたら、時間は72時間もあるんだぞ。その考えは甘々の甘ちゃんだな。ま、まい。50時間も無駄な時間を食わされたんだ。あんたになる気もねえやつがほざくな。何やってんだ。ごめんごめん。2、3日寝なくても平気だから。くせえ。さあ、目が覚めちまったぜ。うん、魚の気持ちになるんだよ。どうだ、釣れただろう。残り時間を静かに過ごしたいだけさ。所要時間30時間4分。いずれ手合わせしたいものだ。け、まだ10時間もあるのか。あと1分。埃まみれじゃん。俺が間違って押しちゃったんだよ。前から疑われるような真似してきたからだろ。足止めさせられたと思ってるんだ。俺が押し間違えたのが悪かったんだし。え、本当？心の準備だと。5人で行けるが、長く困難な道も攻略に45時間はかかります。伝えた手錠に2人が繋がれた時点で、ありとあらゆる武器を揃えてくれてるぜ。ただしここに残る気もね。人にとって残るっていうのが筋だろう。せっかくここまで来たんだから5人で通過したい。ゴン、選択肢は一つだけだ。お前とその中に残るつもりだけど。あるもんか。え、なんでだ。え、すでに意味なしだ。どうする。ああ、長かったな。今ここにいる19名で終わりだな。71時間59分。それにしてもギリギリだったね。71時間59分。武器を使えば壁が崩れることが分かったからね。お前のすごいところだ。たとえ仲違いがあってもこれから始まることを。ゴンはまだ飛行船で3日といったところか。で、そん中でも俺すっきるわ。ゴン、デオリオ、クラピカの3人が見えてきたぜ。そして誠にありがとうございます。明らかに仇じゃねえよ。ソルディック一家が住むククルーマウンテンでございます。全員殺し屋です。こちらがゾルディック家の正門となります。守衛室の横にある扉を使いますが、ここから先の樹海はもちろん。坊や、私の説明聞いてました？誰も見たことのない暗殺一家。実際は全く大したことねえってのがオチよ。どうせあんたのご主人様は俺たちに始末される、うん、大丈夫だよ。時間外の食事は止められてるのにな。誰も訪ねてきやしない。因果な商売だよね。廷内に入れるわけにはいかんのです。家族以外の命令は聞かないしな。噛み殺せという命令をね。私を骸骨にするわけにはいかないからね。鍵を持つ必要もないですからね。これは侵入者用の鍵なんですよ。もう壊してでも正面から入りたがるんだな。三家に食い殺されるって戦法だ。三家の後片付けをする掃除夫です。単純に力が足らんのですよ。アホか。この門の正式名称は試しの門。扉は自動的に閉まるから。しかし年々これがしんどくなって。2トン。
なもん動かせねえぞ普通。一つ数が増えるごとに重さが倍になってる。キルア坊ちゃんがこの間戻ってきた時は敷地内に入るだけでこの調子なんだ。俺は侵入者でいいよ。塀をよじ登ってても中に入るから。絶対そんな扉からは入らない。一の扉から入ることにしよう。残念ですが鍵は渡せませんや。ああ、もしもし、ゼブロです。わかります。はい。ゾルディック家の執事にですがね。嫌な思いさせちまいますよ。キルア様に友達などおりません。君、ゴン君と言ったかな？声でわかると当てにはならないね。次は、会えばわかるかな？悪いが、お引き取り願おう。よくね！冷静になれ。待てよ、おちゃん。ゴンは俺らが説得するから。動いていて攻撃してこないかもしれません。キルア坊ちゃんの友達を見殺しにしたら、ために自分の怒りを収める優しさを持って、ミケを見て物おじしないのはおそらく、もう一度私が試しの門を開けます。俺たちも入って平気なのか。訓練された狩猟犬ってやつですよ。ミケの目を見るまでは機械と同じです。それではこちらへどうぞ。違う世界に住んでいることを目の当たりにした。必ずキルアに会うのだと。そこに実在するもう一人の私、カストロの必殺技、北欧神拳。さて、好きな数字？最初に頭に思い浮かべた数を引く。なんで？マジ？なんなんだ、あいつのあの余裕は。記念にあげる。切られたはずの右腕が元に戻っている。系統が可能なのは念を使っているからだ。手品の基本だ。それに対処する方法もね。綺麗なんだよね。無理無理、完璧に下顎にヒットする。何？出せないよ。でもそれは、しかも自由に動かしたりするのは、それをメモリが足りなくなると表現。ひそか。あんたバカでしょ。うん、いいから、オーラ消して。まずは左手から。残ってる傷跡は自分で処置してね。戦闘中に自力で元に戻したっぽいもん。ドッキリテクスチャーで肌を再現。腕が治ったように見えるだろうね。よく伸び、素早く縮み。好きだったチューインガムの名前から取っているんだ。肌の質感を再現する。このドッキリテクスチャーって。あの時あんたはバンジーガムで貼り付けた。そこから伸びたオーラの先端は左手に握られたオーラを同時に放ち、あんたは念の基本技の一つ、同じく念の基本技の一つ、異常と思える手品でカストロの注意をそらし、操作で準備がうまくいっていることを確認したあんたは、すべての準備が完了。カストロに左腕を攻撃された瞬間、右腕が復活したかのように見せる。あまりに不可思議な現象。あんたはその微妙なカストロの心理変化を見逃さなかった。それに対処する方法を遅いかしてあんたは気も戻り狂ってし。なぜこっちを。簡単に弱点を見つけられてしまった。2つの能力が自分に最も適してるって。いや、1つが全部完全に崩すまで無理しちゃダメよ。全団員必ず抑止して一瞬団長自ら制裁に乗り出すかもよ。本当はすげえ勝負だ。もっと念の能力を上げないとな。あいつは過去を語らない。あいつは属さない。
そろそろ帰るか。連合旅団の一員になりすましていた密かに玉清での再会を約束した。うわすっごい人。なんて言えば1年に一度だけ開催される。昨日1万で競り落とした品物が。ってお前も携帯買えよ。配置モードがついて待ち合わせに便利だぜ。俺のおすすめはこれにしようぜ。俺も買う。あよサンキュー。しかし現物人から拍手されたやつ初めて見たよ。ある意味オークションから一番天空闘技場で密かにプレートを叩き返した。やった本当かよ。で念を使いこなすための四大行の一つ、それをここのオークションで手に入れたいんだ。まあ話せば長くなるんだけどさ。99億。お前ら所持金はあの予算じゃ入場料にも足んねえぜ。世の中金金てかさ、お二人さん稼ぐ方法を見つけてやるぜ。うん、どうしてイベントが一つも発生しないんだ。預金残高127億か。リンクオン空港に向け自動航行します。カジ、なんだろうカワシって。リンク側が金品以外のある条件を示し。そうか、こんな競売のやり方があって。イバレンコフ、トチーノ、ベーゼ装置、通信機器の携帯も許されない。全世界のマフィアを敵に回すことになるからな。全て忘れるのが暗黙の掟だ。会場内での印象は大切だ。裏口側の監視だ。さあいらっしゃいいらっしゃい。落札条件は腕相撲。はいはい押さないで。はい、ではあなたから。では手を握ってゴー。もうちょっとだ。さあ頑張れ。では次の人どうぞ。でも最低89億稼ぐまで。はい負け。なんだか騙してるみたいで気が引けるな。おっと初めて女の子が挑戦だ。よろしくお願いします。あこちらこそ。あどういたしまして。腕相撲の世界チャンピオンじゃね。そうね、なぜ利き腕でやらなかったか。それに勝ったり競ったりは邪道だぜ。聞こえますか。お手上げです。アイテムは必ず入手しますが。俺も予定を繰り上げてそちらに向かう。でも徹底してるわね。行われてますよと宣伝するようなものだからな。火の目、別にどうもしないけど知れぬ深い怒りの旋律。我々の瞳は普段ちゃんに近いが、どんなことをしても取り戻す。心の音は正直よ。どうせデタラメ言うかもよ。ミュージックハンターというところかしら。まあ当たったことにしておいてあげる。階段の類ではないのか。人の知人から絶対に吹かないとの条件で元の体に戻りたい。この仕事を選んだのは地下競売が始まるわ。ついに牙を剥く幻影旅団。高値がついてもいい品だった。どんなに高く売れたって。あんた本当にゴンと切るわ。なんか威圧感つうか。そりゃ旅団の一人を倒したらしいな。俺たちだって念を極めたいと思ってる。旅団以外のものに使えない。それは同時に高いリスクを伴う。なんだよそのルールってのは。念の刃が刺さったままだ。憎悪が生んだ恨みの産物。なんで話したんだそんな大事なことを。生き残りに記憶を読む女の能力者がいる。クラピカだと知らなかったからな。知ってるし俺たちを追うのも諦めていない。クラピカのことを知ってる奴さえいなけりゃバレない。奴の狙いだったクモの頭が死んだ今。言葉の通りだ。今夜ここを立つ。こだわるな。ああこだわるね。ああ団長命令は絶対だ。俺の質問に答えろ。 B 型だ。名前は？
100% 当たる占い。一人で下月の影を追い続ける。その娘は烏帽のことなど知らない。オークションの品が移されていたのも合点がいく。来週おそらく5人死ぬな。蜘蛛の手足が半分になってることくらいだ。俺の占いにも同じように出ていた。残された月たちは盛大に弔うだろう。何よりも孤独を恐れなさい。あとね、パクノダとシャルナークも死ぬよ。下月は11月、つまり6月をそれぞれ暗示している。火の目、思い出した。雫とパクノダはレアなんだ。逆に 100% この予言は成就しない。進んでステージになることを選んだんじゃなかったか。こいつらの盾になって守るのが。他にも危険回避の助言が見つかるかもしれん。俺かゴンがまた信長に捕まったら、もたもたしている間に逃げちまうかもしれない。あまり考えてる時間はないぜ。同胞たちの目を取り戻すことに専念するよ。ありがとう、貴重な情報を教えてもらう。確かに無限化系の能力者なら可能だ。奴らが流星街の出身だってことが分かった。警察も捕まえられなかったのも、公式には無人ってことになっているが、投棄されるゴミを再利用することで、あそこの住人はその全てを受け入れる。大量の武器や貴金属を援助する連中がいる。社会的には存在しない人間をな。マフィアは流星街との関係を選んだ。下月のそれが特に喜ばれるはずだ。6枚となる。いいから見せて。月たちって俺たちのことだよな。客は掟の剣をあなたに差し出して、あなたもその足の一本なのだから。ものとは一体。決勝戦第7ゲーム、じゃんけんぽん。おお、見ろよゴン。このカードをどうやって守るかだね。真実の剣を置いていってもらおう。ハッタリだろ。攻撃スペルは唱え終わらなきゃ効かねえんだって。次の目的地は魔法都市マサドラってことで。君たちにやってもらうのはスペルカードの収集だ。防御スペルの中でも特に効果が強い。これまで誰一人として手に入れたことがない。任意のカードのカード化限度枚数と40種類のスペルカード全てを揃えねば。スペルカード全40種類コンプリート。とにかく作戦遂行のためには早く水と食料買ってマサドラ目指そうよ。やっぱこれじゃ分かんないな。マサドラに着くはずだ。山を越えた先には怪物がわんさか出てくる。よし出発。ああごめん無理。おめえなんざ片手でちょちょいだってのに。こら待ちやが来てください。うん、それじゃあまずその1、その2。ブック、コルトピのカードは変化なし。特殊な能力を持つアイテムは吸うことができなかった。このゲームは仮想世界ではなく、わざわざ体までどこかに飛ばす必要はない。なるほどね。でだからどうなの。3つ選んで現実世界に持ち帰り。お宝は簡単に持ち帰れるかもしれない。なるべく早く全て把握したいところだな。どっちが多くプレイヤーを殺すか競争だ。それはちょっとひどすぎない。助けてください、お願いします。ついには死に至ります。もう我々の手元には一銭も。伝染病っていう設定だろ。あくまで金をくれればお得なアイテムとか情報とか。血の情報を知った上での回答だね。8万ジェニーお渡しします。薬を手に入れる前にこの子は死んでしまう。あなた方はまるで天使のようだ。何だったんだ今のは。いよいよ本格的なバトル開始だね。ゴンのパンチでもダメージなしか。怪物にはちゃんと弱点と癖が設定されてる。けど早い、とにかく捕まえよう。点じゃなく線で捉えるんだよ。結局逃げられちゃったね。これ
音と爆風はすげえ。解放は逆にオーラ以外のものに触れれば割れる。少々難易度が高いわな。見えただろ、そいつは空気だから。これからは私が指を立てたらすかさず行。なんだよ急に偉そうに。当然だろ、おめえ何者だよ。これからじきじきコーチしてやるから。当たった。